コーヒー牛乳コーヒー牛乳は牛乳などの乳製品にコーヒー及び砂糖などで味付けした飲料の通称。日本では1923年4月20日に神奈川県の森山乳業が製造した製品を東海道本線構津駅の駅弁店である東海県売店で販売したものが瓶入りで店頭に並んだ最初のコーヒー牛乳である。まだ 日本で普及していなかった牛乳とコーヒーを広めるべく、森山乳業の創業者が試行錯誤の末に開発した経緯があり、上等駅弁が35銭の時代に20銭の高価な商品であったが、評判を呼んで各地の駅に並べられるようになった。銭湯や温泉では、瓶詰めの牛乳、フルーツ牛乳と共に定番となっていた。制度上の位置づけ2000年に日本で起きた。 雪印集団食中毒事件以後、2001年に飲用乳の表示に関する公正競争規約が変更され、2003年以降は生乳100%のものしか牛乳と表記してはならないことになった。そのため、コーヒー牛乳は正確にはコーヒー入り乳飲料となり、商品名はカフェオレ、カフェラテ、ミルクコーヒーなどの外来語や単に コーヒーといった表記に変更されている。マサチューセッツ州のスーパーマーケットで販売されているコーヒー牛乳アメリカでは1930年代の初めにロードアイランド州で新しい飲み物で客を引き付けようとする簡易食堂やドラッグストアでコーヒー牛乳は出されるようになった。それらの経営者の一人は牛乳と砂糖でコーヒーを甘くし糖蜜のようなシロップを作った。 コーヒー牛乳はロードアイランド州とマサチューセッツ州南東部の住民に好まれ、このコーヒーシロップは売れた。1993年にコーヒー牛乳はロードアイランド州の公式飲料となった。アメリカのプロレス団体、WWE のレスラージョン・シナは来日した際にかなり気に入ったらしく、マイクパフォーマンスに取り入れるなどした。乳成分の凝固。 沈殿を防ぐため pH5.0 程度のコーヒー抽出液を pH6.5 から pH7.0 に調整した後に乳成分を加え殺菌処理が行われる。しかし、その pH 調整過程でコーヒーの後期成分は失われてしまう。ありがとうございます。